皆さんこんにちは、共同館の流星です。今日はこしあんの作り方をご紹介します。手作りのね、こしあんは香りもよく甘さも上品に仕上がるので、ぜひね、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは実際に作っていきましょう。こちら小豆 250g です。まずは傷んだ小豆を取り除きます。このようなものです。そしたら小豆をたっぷりの水で洗います。さっと洗ったらざるにこしましょう。 OK です。それでは下茹でをしていきます。小豆を入れたら水を注ぎます。後ほどさらに水を入れるので水量は半分ほどです。それでは火にかけていきます。沸騰したらさっとかき混ぜ、シワが寄るまで加熱しましょう。数分したら一度すくい上げます。豆の全体にシワが寄ってきたらびっくり水を入れます。水温を50度以下に下げることがポイントです。OK です。びっくり水を入れると小豆は内部まで水を吸水し均一に茹でれます。それではシワが伸びるまで加熱しましょう。元の小豆と比べるとだいたい倍ほどの大きさになりました。そしたら一度ザルにあげます。水をかけ、小豆の渋を流します。では、再び鍋に小豆を戻します。今度はたっぷりの水を加えます。それでは火にかけ、豆が柔らかくなるまで茹でましょう。沸騰してきたらアクをすくい火を弱めます。それでは40分間茹でます。途中お湯が少なくなってきたら水を足しましょう。表面がコポコポ沸いているような火加減をキープします。スプーンで力を入れずに潰れたら OK です。このような感じです。では再びザルにあげます。そして水をかけます。これで小豆の下茹での完了です。それでは茹でた小豆をザルでこしていきます。下には大きめのボールを用意しています。ではお玉で押しこしていきます。ある程度やったら一度水をかけます。再びこしていきます。途中ですがこのような感じです。では続けます。こし終わりました。ほとんど中身がこせ、皮だけになっています。最後に水をかけ、ボウルに中身を落とします。水が濁っているので静かに流します。こした小豆を流さないように気をつけましょう。再び水を加えます。そしてしばらく置いておきましょう。少しクリアになりました。再度水を流します。そしてまた水を入れます。次はさらに目の細かいザルに通します。
丁寧にすべてこしましょう。OK です。最後にさらしにこしあんをあげます。慎重に流し入れましょう。ではさらしの四隅を取り水気を切ります。これで下準備完了です。ではこしあんを炊いていきます。鍋に砂糖を 120g 入れます。そしてお水 200g です。まずこちらを火にかけます。砂糖が溶けたら絞った餡を約 650g 加えます。優しく塊を崩しシロップに溶かします。では強火で煮詰めていきます。このまま粘度が出るまで炊きましょう。少し大変ですが焦げないように絶えず練りましょう。だいぶいい感じになってきました。冷めると気持ち固くなるので少し手前の加減で火を止めます。こしあん良い感じです。OK です。では火を消し冷ましましょう。冷ますときは濡らしたさらしをかけ冷まします。それではこしあんの完成です。ラップで小分けにして保管すると扱いやすいです。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。近々ね、このこしあんを使って水羊羹の作り方もご紹介しようと思います。ぜひね、見ていただけると嬉しいです。それでは今日の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。